ありがとうございます。ありがとうございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。この都度また気持ちの入れ方が、はい、っていうのはい、よろしくお願いします。お願いします。じゃあそれはかっこよくアピール。よろしくお願いします。お願いします。頭からバッタリお願いします。あれ、これはパビリまるで心にいる光となる日を見つめる過去に見る場所これはまあメンバーでまあみんなの意見とか入れながら作った振りなんですけど、そんなまあ時間があったわけでもなかったので、なんかこの本番の前日とかまでになんかここ振りやっぱ変えようとかいうのがあったので、なんかみんな調整してくれてありがたいなっていう気持ちです。 PV の時って初めての衣装とか靴とかで踊るんで、やっぱ一発目はちょっとね、なんかちょっとやっぱりつかめないのはあるんで、まだ場当たりしたばかりなんで、ちょっと本番バッチリ切りたいと思います。場当たりだけで汗だくです。今回は韓国と日本で撮ってるっていう、僕たちのグループならではのちょっとまた違った魅力、そうだね、うん、を多分撮れてると思うので、日本と韓国で撮ってどういう作品になるのかっていうのをちょっとお楽しみいただければと思います。皆さん確かに意外とね曲調も違うので、確かにね、いいんじゃないかな。同じ恋を歌ってるけどもちょっと、ね、そう違う、ヒチョン君が書いた歌詞と僕が書いた歌詞で違いを楽しんでください。どうですか、ギュッとという歌詞は褒めてくれるよ。でも、あ、始まりました。ごめんなさい。始まりました。気合い入れて頑張ります。また他の衣装でも踊るんで頑張ります。背中をやってしまいました、うん、僕はもうそろこれビジネスです。よく分かってた。この衣装めっちゃかっこいいわ。好きこれ。白モノクロでまた入るね。うん、シンプルなのがマジでかっこいい。ここが俺がもったいない。すいません。シリアきつそうだったね。今バウはしてる人いるけど。足持ってる。膝。俺。ごめんここちょっとターン早かった。ごめん。もっとゆっくり馴染めに。俺も早いよここ。ダンシーンが終わりました。モノクロ、さっきは青の世界だったんですけど、今はモノクロの世界で、どっちも素敵なので、ぜひ楽しみにしてください。ちょっとセクシーに、さっきよりも、なってます。ロックステップ、文字いってらっしゃい。はい、じゃあメイキングにも、ね、頑張ります。僕はちょっと次の現場に行きます。緊張してます。頑張ります。よっ、売れっ子。頑張れ売れっ子。ありがとうございます。はーい、はーい、引き続き明日も頑張ります。明日は早起きして、その今日の疲れが顔に出ないように、そのまあ晴れを祈って、またみんなで楽しく温かい現場で頑張りたいと思います。立ち位置で真ん中でお願いします。あ、はい、
明日もこのいいテンションを維持して、このままみんなで協力して盛り上げ合って、ロケなんですけど、外で素敵な絵を、中では撮れないような、外でしか撮れないいい絵を撮りたいと思います。アクション。明日もお願いします。ちょっと花びらそのまま。花のぶっ飛びました。明日は太陽と自然を味方につけて頑張りたいと思います。ありがとうございました。出てます。おはようございます。ああ、寒い。今日は僕が一番最初の撮影です。自然の中での撮影ということで、最後の撮影では偶然その桜が散ってとかがなんか偶然重なってすごいいい絵が撮れて、なんか森も味方してくれました。すごいいい感じに日も出てきたので、これでちょっともう雨男とは言わせないぞってあれ待って晴れてきた。そうだよ、待って晴れてきた、待って晴れてきたね。もうほらほら、そういうほらこれが僕、これ今から僕の撮影です。見てください、そうなるじゃん。空を見てください。僕これから僕の撮影です。頑張ります、頑張ります。うわちょっと怖いぞここ。すげえ、おおおお、おはようございます。おはようございます。お願いします。お願いします。その辺でちょっと、いや、こんな広い草原でできるなんて、出来上がりが楽しみです。今いい角度、何回か狙うしかない。多分もうワンアクションですね。ワンアクションで多分、あとはトモだけですね。そうですね、もうまくいくといいなと思う。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。あれ、今年下ですよ。一番派手なやつが来ましたよ。すごくないですか。すごい。マジですごいですよね。これただ立ってるだけでも本当に風になびいてかっこいいです。この衣装を生かせるように頑張ります。楽しかったです、はい、僕もすごい海大好きなので、こういう海っていうロケーションを選んでいただいて、こんな素敵な衣装も着て、素敵なスタッフさんたちとお仕事をできてすごく楽しかったし、今もうドローンが飛んでます。あのドローンで僕を撮ってくれました。楽しかったです。またなんかね、変わった撮影とか、ね、やったことない撮影がたくさんできるって思うと、すごくこれからも楽しみなので、今はこの PV を、仕上がりを僕も楽しみにしてるし、ファンの皆さんも楽しみにしてほしいです。お疲れ様でした。